一気に決めるぞ。犯した大きな過ちを抱えているようです。それがどういうことなのか、私にでも私にはスカーさんが悪い人には見えません。きっと何か深い事情があるはずだと思います。でも今はあの二人の錬金術師から逃げることを考えないと。